ウェイヨー、どうも、かげまるです。上野動物園、来ました。何の違いなの。はい、パンダさんのチケットね、ゲットしました。ということで、本日はですね、初めてなあちゃんが上野動物園に来たんですか。うん、上野動物園お出かけしていきたいと思います。なあちゃんはね、もう本当に YouTuber で一番動物が大好きな人だと。多分そうだよね、全 YouTuber なんかに多分一番動物好きだよね。いや、でもいるやん、梅ちゃんが見てる動物。なんか動物ガチ勢の人ではないんですけど、魚とかの、うん、とりあえず動物が大好きやと、なあちゃんも。で、なあちゃんが一番好きな動物は、ライオン。せーの、ライオン。ライオンが大好きやと。で、ちょっとマップを見たところ、ライオンさんどこにいるんですか。最初ライオン行こうよ。ライオン行ってご飯食べよう。お腹空いちゃったから。ライオンさん最初行こう。ライオンさん、どこ？ライオンさんいませんね。ライオンさんいませんでしたね。返金する。ねえ、なんで？何？ライオンいるって言ったじゃん。違う、俺どこの動物園にもライオンは絶対にいると思ってた。いや、調べてはないんですけど、まさかの上野動物園にライオンがいなかったという。できない？帰るじゃないよ。他にもいっぱいさ、いるよ、動物。ライオン見に来た。ライオンさんはしょうがない。でも、ナーちゃんみたいな子いっぱいいるから、今日。後ろ見てみ。ほら。いないよ。あの辺はみんなキリンとかゾウ見に来たの。ナーちゃん、ライオン見に来たの。トラさんがいるから大丈夫。違うよ。もういいよ、じゃあ一回とりあえず歩こう。もうどうしようもないって、ライオンさんいないの。帰る。でも、見て、ナーちゃんみたいな子いっぱいいるから。うるちゃるしてるよ、幼稚園児が。行こうなあちゃん、とりあえず行くよ。ライオン諦めろ。もう他にもいっぱい可愛い動物いるから。なあちゃん行くよ、おいで。ちょ、お腹空いたんでしょ。あー、完全に拗ねちゃってるよ。バードラ。え、バード、バード、え、バードラ。最初そこ行くの。え、鳥いる、鳥いる。え、バードいる、バードいる、バードいる。見て、バード系ですね、ここは。でもこいつ強そうじゃない？元気出た？バード、バード行くの？うわー、なんちゃん鳥得意。鳥だって飼ってた。え、鳥触れる？触る。だって鳥のひなに、あの注射器で喉のここまで餌突っ込んでた。マジ？鳥触れないんだけど、絶対。マジ？ハト触れる？ハトは汚いけど。え、無理だわ。普通にさ、あのカスコンネルとか文鳥飼ってた。うちもあれ、ちっちゃい頃飼ってて、餌とかやってたよ。卵も孵化させてたし。大木戸博士やん。え、こっちの、ね、すごい、ここでぶっこんでいい、うん、昨日さ、タクシー乗ったの、展示会行くのに、うん、で、カードが使えなくて、なっちの、うん、現金もないから、価値のカードでタクシー使った。いいんじゃねえよ、お前。あ、いくら使った。1300円ぐらい。それ何、俺のカードやったの。うん、後で請求するかな。ちゃんと言うとこが偉くない。言うとこっていうか、普通に言うだろ。しかも、昨日言うだろ、普通。じゃ、だから言おうと思ったんだけど、今日でいいやと思って。バード、ということで、え、ご飯屋さんじゃない。パンダショップだって、勝ち。なあちゃん、パンダ好きやん。ライオン次に好きでしょ。好きじゃないし、パンダ。あれ、パンダ好きじゃない。やべ、違うな。だうそね、あんたパンダ好きやん。てか、お土産はさ、後で買いに行こうよ。一回さ、なあちゃん、閉まっちゃうから。バードだ。ああ、置いてかれる。お土産後でいいって、なあちゃん。いた、ご飯食べよう。ちょっと腹減った、腹減った、腹減った。ペンギンってバード系？ペンギンはバード系やろ。で、あれ飛ぶよ、あいつ。え、飛ばない？飛ぶよ。え、ペンギン飛ばないの？ないよ。マジ？くせ、マジくせ。ちょだ、ちょ、ナチュフ、ちょ。どう。ゾウのさ、しあん、泣くね。どうやってこいつら子供産むの。陰茎だって。
え、だって中にあるやん。どうやってさ、1メートルも長い陰茎がある。え、じゃあ象は1メートルになるってこと。普段は体内にしまわれていて、排尿や交尾の時に伸び出す。えぇ、尿意棒やん。すごいね、1メートルだってよ。1メートルやばいね。価値の10倍。俺なんで10センチなの。そんな短くない。ねえ、ちょっとご飯行きたいんだけど、なあちゃん、そろそろさすがに。こっち側は見たから。いや、さすがにご飯。なあちゃん、会話して。うるさい。え、じゃあご飯なんで嫌なの。嫌とかじゃなくて、もうちょっと見てから。じゃあ俺今日、上野動物園でご飯食うと思ってさ、朝から何も食ってないの。ご飯自分のせい。なんで言ったじゃん、ご飯食べようって。食べるけど、一回さ、俺食わなきゃさ、もうやっていけれないぐらい。なんでいつも食べないと。腹減ってんの。あなたはいつもなんか何も食べてないからさ、平気かもしれないけど。後ろあるけど、今それどころじゃないの。うるさいわ、キャワーキャワ。なんちゃう、動物見に来た。一人で食べて。かわいいね。なんでそんな楽しくなって。違う、ご飯食べたいんだよ、ずっと今頭の中は。頭の中はずっとご飯。すげえ。勝てそう。クマ出たらどうやって退治するか知ってる？なんでそんな無視すんの？で、多分トラこっちじゃないよ。どこ向かってんのマジ。トラこっちじゃないって。ほら、さっきの戻ってるよ。すいません、ランウェイできる。これ一回降りてきて、めっちゃかっこいい。神々しいからやってみて。俺一回やらせじゃん。ランウェイやらせて。何？一回ご飯食う？じゃあ後でこうランウェイしよう、対決。どっちが、どっちがなんか。ということで、念願のお昼ご飯に来ました。あのさん黙ってんの？誰に買ってもらったの？カチ。なんていうの？いただきます。ありがとう、いただきますでしょう。ありがとう、いただきます。はい。ちょっと雰囲気悪くない？俺がいけないの？なんで？だってさ、なんか音符つくと何もさ、できなくなっちゃう。どういうこと？機嫌悪くなるし、すぐ。だってご飯行こう。ちょっとぐらい我慢しないよ。じゃあご飯行こうって言ってたじゃん。言ってたけど、歩くでしょ、別にご飯まで。なんでそれまでの道で態度に出すの。出してないよ。お腹空いたんだけどね。子供みたいな。あなたも子供じゃん。ナチお腹空いてもそんな機嫌悪くない。いつもナチ4歳じゃん。いただきます。やだって言ってんの。めんね。ちゃんとめんね。じゃあ一緒に謝ればいいんじゃない。違うよ、マジでいつもそうだから。撮影してても撮影中でもお腹空くと無理っていう。めんね。どうすんのそれ、もし先輩とかといたら。それはさ、お腹空いて無理って言うの。それ気張ってるから。だからちょっとぐらい我慢しないよ。おいしい。え、ごめんね。今日だけじゃない。ディズニーの匂い。え、マジでさ、なんかディズニーの匂いするよ。フランクフルトが。ディズニーってフランクフルトの匂いしね、常に。ポップコーンもな。ディズニー来た感じだわ今。え、なに、奈々ちゃんマスタード食べれない系？うん。子供だね。あ、は？マジえぐい。フランクフルトやん。色も。さっきまでの雰囲気最悪だったわ。いや、なおちゃんもね。いや、俺の言ってること全部無視してくるし。だって価値がうざいんだから。ちょっと楽しんでる。え、紅生姜あったの？全然楽しくない。楽しんでたよ、なんか一人でテクテク歩いて。うん。なおちゃんもじゃあ一応俺に謝ってみて。そのなおちゃんも一応さ、悪いかったとかあるやん。なんね。無理
フランクフルトマジうまい。これマジ星5。なんで怒ってんの、またまた怒ってんの。なんか喧嘩 Vlog ですか。あっちはその感じだった。俺はもう一人で行動するけど。だってごめんねって言ったの。だからそれノリじゃん、無理っていう。じゃあ嘘だよ、マデがノリだよ。嘘だよ。嘘。これめっちゃうまくない。うまい。え、それうまい。なんちゃんのメインディッシュ、これ好きなの。うまっ。うわ、なんでライオン描いてんの、ふざけんの。は？待って、ライオン描いたのにここライオンいねえし。詐欺です。なんでライオンいないんだろうね。ライオンは場所によっていないの、それとも普通に結構いないの、動物園。レアだね。育てるの難しいんじゃん。俺さ、今さ、生理前かもしんない。カチ、太ってん。太ってない。え、でも最近食欲やばい、俺。そう、ちょ、聞いてくださいよ。俺最近さ、ウィナーズの集まりがあったのよ、撮影が。久しぶりに会って、久しぶりにみんなに会ったら、あれ、かける太ったって言われて、ケイオくんなんかしまいには、お前デブやん、デブ、食パンマンやんって言われた。最悪よ、その太ったよ。でも体重は5キロ太ったんですよ。63キロになった。ちょっとダイエットしようかな。食欲たまんないんじゃない最近。それは筋肉に変えればいいんじゃない。いや、じゃあ一旦今日は我慢するわ、さすがに。かけまる、レッツユースタジアム。デブやん、我慢できなかった。やっぱ食後は甘いの食べたくなるじゃん。いや、俺ゴリラみたいよ、さすがに。挨拶しないと先輩だし、さすがにね。あ、今日ここなの。今日ここらしいよ、先輩働いてるって。さすがに挨拶しないといけないから。これ全然固まってんだけど。食べる？うん、出てるとこだけね。ね。何、食べてないじゃん。うまい。なーちゃん痩せたね、だいぶ。いや、俺本当に太った。ここは？ここはふっくらしてる。なんか体重の増やし方が下手なんだよ。食べるものとか。分かった、太った原因分かった。プロテイン、運動しないのにプロテイン毎日飲むじゃん。でも牛乳と一緒に。ナチもプロテイン飲もうとしたんだけど、なんかいろいろあるじゃん、太んないやつみたいな。ある、痩せるプロテインとかあるよね。それ飲もうとしたけど、やめた。ナチ基本一日一食なんだよ。それはやばい。一日一食か、全く食べないから。ナチはマジでやばいと思う、それは。だから体調すぐ壊すんだよ。次の行動決めとくね。え？めちゃくちゃ綺麗やん。わーい、ナチブ、ここすごいね。ここゴリラ出るらしいよ、見れたらいいね。今ね、ちょっとゴリラのエリアに来てるんですけど。出勤してないよ。あれ、リゼムタカ今日いないな。今日タカくんいないね。なんだ、いると思う。確かに俺今日先輩、タカくん今日出勤してるって人が来たんですけど、いないんですね。てかさ、ここ今ゴリラが見れるスポットなんですけど、うん、全くいないね、うん、やばいね。ホッキョクグマもいなかった。びっくりした。すげえ、お腹びっくりした。涼しい。ナチブ、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 ゴリラ見えた。嘘でしょ。早く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 。たかくん、お疲れ様です。よかったね、なーちゃん見れて。どうですか、ゴリラ見れましたね。いい写真ある。いじけがした、たかいっぱい撮ったのということでですね、目的のたかくんを見れたんで、この後さ、お土産コーナー行ってさ、お土産交換しない？あり？したい。お土産交換して帰ろうよ。うん。なんち前さ、ワンワンランド行ったの。うん。なんか犬がいっぱい外で飼われてるところ。うん。価値絶対無理で。なんかもう大型犬のよだれまみれになる。うん、最悪。無理。で、マジで普通に床におしっことかしてるし、うん。なんかもう、汚い。俺マジでね、無理なんだよね、動物の匂い。けど、めっちゃ可愛い。価値、お土産屋さん閉まってない？え、本当よ。
え、どっちやん。ごめん、俺が最初にさ、だからそう言ったじゃん。やばいやばい、怒ってる。だってそう、なんて言うの。てか、お土産はさ、後で買いに行こうよ。一回さ、なんちゃん、閉まっちゃうから。前ディズニーでもポップコーンなんか後で買うって言ったのにさ。あれ、え、まだやってんじゃん、ギリ。なんかちょっと残ってるけど、あれは違うの。え、やってんじゃん。は、はい、やってました。謝れ、一回俺に。はい、いったって閉まって。ていうことで、じゃあなんか閉まりそうだからパッパって決めよう。なんかパンダしか置いてないよ。オッケー、じゃあそれぞれ竹丸。はい、ということで帰ってきました。いや、楽しかったですね。ね、可愛かった。臭かったね。もう可愛かったですね、動物さんたちは。ということで、動物いっぱい見て満足したので、最後プレゼント交換して終わりたいと思います。はい、買いました。買ったよ。ちゃんと使えるやつにした。うん、ボールサイド渡そう。はい、開けます。これもちゃんと使ってくださいよ。え、靴下だ。かわいいでしょ。かわいい。パンダさんの靴下です。かわいい、ありがとう。もうね、冬に絶対必要なね。なんちゅうの、こもこすけど、うん、ルームソックスっていうの、家で履くような靴下。もともとありがとう。楽しみだな。せーの。お、メモ帳やないかい、これ。カズ、メモ帳やないかい。カズはミーティングの時メモするから。てか今日の動画の最初の伏線、メモ帳もらったら嫌だから。ノート。いや、メモ帳だろこれ。なんて結構簡単でやったの。けどマジで嬉しい、実際。いつもメモするから。いや、結構俺メモ帳使うからさ、ありがとうね。バード系、バード系のメモ帳もらいました。結構ガチで選んだの。いや違う、これボケじゃなくて、最初にさ、俺ら話したじゃん、メモ帳渡したらセンスないよみたいなの、ボケじゃなくて。で、まあクリスマスになるじゃん。クリスマスでデートしてプレゼント渡したらしいんですけど、クリスマスの次の日別れてました。本当に次の日。でも大体次の日。最悪その彼女。メモ帳が原因で別れましたっていう。ガチでありがとう。全然あれ、これクリスマスプレゼントとかじゃないし、ちょっとした時のやつでしょ。めっちゃ嬉しい。使う使う使う、使ってんじゃん。だからもうなんかボロボロだったから。ありがとうね、じゃあ。新しいメモ帳。バード系ありがとうございます。マジでありがとう。嬉しい嬉しい。うん、いいと思う。どっちか分かんなかった、最初。ボケなのかガチなのか分かんなかった。なんで落ち込んでんの、嬉しいよ。ありがとうね。やっぱりね、今日はね、ゴリラが一番嬉しかったですね。でも、遠かったゴリラ。ちょっとね、あいつらね、全然前出てこなかった。でもゴリラ見れてよかったわ。じゃあまた次回は違う場所にお出かけでもしますか。はい、ライオンいると思うんですよ。ということで、かけまる楽しそうだなと思った方、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok に無断転載もぜひお願いします。ということで、本日のピックアップ TikTok はこちらだ。えい、おー、どうも、かけまるです。皆さん、おはようございます。お前だよ、今来たの。みんなおはようじゃないよ。今日朝からちょっと喧嘩してました。まあでも今日はお互いのせいじゃん。まあでもじゃない。お互いのせいだ。そもそも今日は僕のこの家に10時集合でした。僕は朝10時に LINE をしました。なあちゃん起きてる。で、もうスタンプめっちゃ連打して、で、電話もうめっちゃして出ませんでした。もう完全にやってるなと思って寝ました、その後僕。そしたら10時40分ぐらいにピンポン来て、ハンナ。そしたら10時40分ぐらいにハンナ、ちょっとでも遅らせん。そしたら10時半にピンポン来て、まさかのね、登場するっていう。電車に乗ってました。しかももう傘持ってないのに、雨土砂降りで、携帯なんて触る余裕ない。しかもうちカックン通知オフにしてるから、スタンプの連打意味ない。確かに電話鳴ってんなとは思ったの。でも待って待って待って、電車だから出れません。おい、ね、通帳にすんなよ、おい。じゃあマジ謝っとこう。ごめんなさい。こっちじゃない、こっちで謝る。バカ。謝るよ、こっちはちゃんと。ごめん。待って、ケチャップやな、そういえば忘れてたわ。絶対除菌で拭かないのに。なんで、ただ割れるって。なんで
貸してよ、なんか除菌で拭いた方がマシだわ。すごっ。だってケチャップのなんか汚いやつさ、俺そうだ、忘れてたわ、なあちゃんにフランクフルトと間違えられたわ、今日こっちにいたら最悪や。